本命、ようやく王。苦しかった時の話をしようか。ビジネスマンの父が我が子のために書き溜めた働くことの本質。著者、森岡剛。本の概要。ビジネスマンである著者の父親が、自らの人生経験を通して働くことの本質について綴ったエッセイ集。働くことの意味や価値、成功のための姿勢などが語られる。押さえておきたい3つの重要なメッセージ。1、成功とは、自分がやりたいことをやって、自分が生きたいように生きている状態にあることだ。2、社会とは、相手のために何かをして、自分の力を通して社会に貢献することが求められる場所である。3、仕事をする上で大切なのは、自分の心と体のバランスを取りながら、自分なりのペースで進んでいくことである。まとめ。自らの経験から得た知恵をもとに、働くことの意味や成功のための姿勢、社会との関わり方などが綴られている。この動画が参考になった方は、高評価チャンネル登録お願いいたします。